こんにちは。今日は、町田ゼルビアさんからご招待いただきまして、はい、ゼルビア対ヴァンフォーレ甲府の試合の観戦に来ております。そうですね。でこう我々が持ってるゼルビアグッズをですね、身につけてですね、こんな形で、おユニフォームもですね、知り合いの方にちょっと貸していただきまして、観戦でございます。今日はですね、しかも我々にとって大事なカードフェスタということで、ゼルビアのカードもですね、少し狙っていきたいというふうに思っています。さあ、今日はどんな試合になるのか楽しみです。はい、カード売り場発見しました。今日はですね、3枚3パック購入ごとにくじが引けるんですよね。で、特賞はですね、あの試合のボールにサインを入れてプレゼントしてもらえるということで、かつてですね、これで当てたことがあるこのサッカー少年、2019の時ですね、今年度もそれを狙っていきたいと思います。2等はカードコンプリートセットだよ。そう、少年はね、2等が欲しいんですよね。カードコンプリートセットね、はい、少年は3パック購入。さあ、抽選を回します。もう抽選もデジタルなんですね。そうなんですよ。5等チリン、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ2回回せるので。まだあったんですね。じゃあ1回1回で回してください。今の全員抽選いけ。お、4等サイン入りカードです。サイン入りカード上がってます。いけ、特賞。2等。あー、まあ現実は甘くないですね。でもサイン入りカードが当たりましたね。すごい。ほら、ヒラトの匂いよ。それ、それ、お、さあ、誰だ。開けてごらん。誰でしょう。出るかな。お、中島。お、中島。すごい。素晴らしい。わかんないけど、これから、これから勉強して。すごい。ありがとうございます。おめでとうございます。まだやるか。コイン投げ。コインを投げてお皿に乗せると豪華な景品がもらえるという。試合はすでに始まっていましたが、スーパーボール地区にちょっと夢中になっちゃって、これから入場です。はい、今日はこちらの T シャツがもらえます。かわいいです。さすが天然の少年、シャツが前後ろです。まだ本人は気づいてません。いやー、いい席ですね。よく見えます。お客さんの入りも上々ですね。あ、気づいた。前後ろ逆なの。森島レイヤ選手。お、でもキラキラしてますね。ちょっと知りませんけど、当たりなのかなっていう感じ、はい、これから覚えていくということで、はい、今日夏休みということでハーフタイム花火も上がります。しかし花火苦手。
パー少年は耳を塞ぎます。帰ってまいりました。はい、いや暑かったですね今日は。うん、いや試合内容も暑かったですけど、はい、気温も暑かったですね。はい、はい、試合は3対0でゼルビア勝ったということで非常にこう盛り上がってましたね。はい、花火もありましたし、はい、ということでですね、はい、本日購入しましたパックを開けていきたいと思います。うん、3回で1回くじが引けたので、はい、9パック、はい、1個開けてます。購入してまいりましたので開けていきたいと思います。はい、